今日は久しぶりにご飯を作ろうと思います。本当は一人でご飯作ろうかなって思ったけど、なんかもう配信で作ろうと思って思いつきました。今日は何を作るでしょうかね。ヒントは玉ねぎ。豚肉と木です。キムチです。キムコキムチです。なので3つ合わせて豚キムを作ろうと思います。なのででもね、ちょっと玉ねぎをね、今さっき冷蔵庫に入れましたので少し待とうと思います。玉ねぎはね、冷蔵庫で10分くらいか分かんないけど、まあ、ある程度冷やすと包丁で切るときにね、あまり染みないという情報を得ておりますので、それを実践して自分なりに確かにと思ってますので、ちょっと冷やしております。まあ少々10分ぐらいは冷やそうかなと思います。今日はお仕事があったので三つ編みにしてもらいましたよ。三つ編みはなかなかしないけど、今日はちょっとやってみました。今日は椎茸みたい。まずー椎茸。まずーなんか微妙なモノマネでしたね。なんとも言えないモノマネを今してた。なんと言っていいかわかんない。なのでちょっと福田タイムしとこう。あと今日はレッスンがあった。レッスン。レッスン後です。もうお腹空きました。さっきじゃがいも食べたけど、お腹空きすぎて絶対に豚キム作るまでにお腹の空きが限界を超えると思ってじゃがいも食べた。今日の朝ごはん兼朝ごはんとだから残り。
食べた。あ、今なんかあれありよる？高崎エアコン。なんか受付ありてますね。あとそうですね、公園の新しい情報出ましたね。チャットリ公園ありました。あ、受付できない？え、まさかの購入ページにたどり着けないんだ。まさかのまさかすぎるやろう。てかタコいっぱいありがとうなんかタコがいっぱいありがとう。じゃがりこの食べ方にこだわりはないけど、一本を一気に食べる。たどり着けた人いないよね多分。それは分かってるのかな。ちょっと聞いてみますね。なんだっけ、瀬戸内スタイル。なんだろうな、どうなるんだろうな。聞いてみました。タイトルだけしかない。今お伝えしました。準備し直しですね。こんばんは。なんでライブは本当あと何週間後だなんですけど、クアトロですね。広島のクアトロでですね。これギフトたくさんありがとうございます。タイタンさん、ふたて様、ゆうきにゃんにゃん、よしとさん、せいちゃん、こんにちは。ゆしまじゅさん、さとるんさん、まいせんさん、タコいっぱい。え、タコタワーもしかして
もしかしてのタコタワー、ありがとうございます。もしかしてのタコタワー、あおちゃん、かめまおさん、うかりやんこさん、デュエルさん、けんたろうさん、せいやんさん、ちばい、ありがとう、きょん、ありがとう。紙とペンがあっちだ。ふはふはふふふふはふは、ふはふはふ、わ、不安定。ですけど、キャー怖いんですけど、グラグラしてる。本当にスマホがダイブしたら危ない。すぐるさん、あすこさん、りくとさん、私どこまで読んだもうわからんくなっちゃったよ。
そういえば何のタコだ。5月16日。あれ17、あ、16って書いてあった。じゃん、まいせんさん、タコいっぱいありがとうございます。いっぱいありがとう。ちょっと間違えちゃったけど、ありがとう。間違えちゃった。ありがとうございます。ではではね、料理していきたいと思いますよ。ではまず、そうですね、ついに玉ねぎを切っていきましょうか。ついに玉ねぎを、玉ねぎかな。では玉ねぎ切る。よいしょ。そしたら、いきます。なんと新玉ねぎがね、ありました。新玉ねぎ美味しそう。玉ねぎを食べて血液サラサラになろう。最近包丁の切れ味が悪くなってきました。まあ切れ味悪くても全然使えるけんいいけど。早い、うん、私はこれを全部、これを全部使う、全部入れる。これを
1個丸ごと使いますよ。待って、どんな切り方してたっけ私。あ、半分に割って、半分に割って、そういえばあれがなかったな、芯がないな。強い、なんか甘い香りがする、もうすでに。切れ味は悪いけど、でも美味しそうに切れてる。おいしそう。玉ねぎ大好き。溢れ出てるよ。玉ねぎってなんでこんなに美味しいのに栄養あるから、すごい。まずはいっぱい切れまして、ポテトチップスみたい。この中にね、フライパンがありますよ。だからもう、お、もう鍋の中に入れとく、私はもう。はい、待って、多いな。まあ結構多いな。なんか半分でもう結構あるんですけど、入れてみよう、せっかくだし。せっかくだしな。どうしよう、一回ちょっと半分で一個半入れてみる。さすがに多すぎてさ、キムチの味がさ混じらんかったらさ。あ、なんかもういい気がするな、一個半で。さすがにちょっとキムチの味が薄くなっちゃったら悲しいからな。この、じゃあ
4分の1はサラダにする。辛いんですけどね、生は辛いのを取るためにやっぱ水にさらした方がいいのか、それともレンジでチンした方がいいのか。レンチンですか。レンチンしたらシャキシャキせんくなるか。一旦じゃあ、この野菜の玉ねぎはいっぱい玉ねぎ入れて、水にさらしてきます。よし、オッケー。このまま待っときますね。そしたらもうね、もう焼いたら終わりなんですよ。焼いたら終わり。だから私はこれをカリッとしましたので、もう一品オクラ。大好きなオクラ、これをね、私はもうレンチンすればいいということに気づきましたので、もう確かオクラにはトゲトゲがついてるんだよね。これは豆腐も買ったので、豆腐と一緒に、冷ややっこと一緒にね、しようと思います。やっぱりオクラにはね、かなりのね栄養素が含まれておりますので、今日は買いましたよ。どうしよっかな、もう切っとこうかな。切ってから温めようかな。温めた後に切ったらふにゃふにゃになるもんな。切っとこうかな。一旦塩で。塩でね、ちょっとゴロゴロしよう。塩、キャー、なんかトゲトゲが痛い。ゴロゴロ
でしたら切れますよ。美味しそう。切りましたらもう一回ちょっとゆでゆでにしましょうね。ラップをした方がいいということをね気づきましたので、ちゃんとラップをしたいと思います。そしてお温める。でもすぐこれね温まるよね。湯気が湯気すごい。もう温まってる。もう温まっとるかな。食べてみやんとわからん。触るのも熱いぐらい。もう温まってるね。完成。オクラ完成。しましたらね、もう豚キム作るか。割引になってた。私はいつも豚バラ肉にするのが大好きです。何でもかんでも細切れよりかは豚バラが一番好き。でね、私はこのまずね切っときます。まずこの豚肉ちゃんを生で触らないように心がけてる。3枚ぐらい。私は包丁よりもハサミで切る方がめっちゃ楽って思って、一瞬で切れる。
脂身が多いですね。やっぱり脂身が多いこのパック買ったことないけど今日買ってみた。赤身がね多いやつを選びがちなんですけどね、なんと表から裏まで全部白白です。白いです。というわけで結構切りましたね。菜箸と普通の箸を用意しておきます。やっぱりお肉を焼くときはねちょっと分けるようにします。ではもう焼いていこうかな。焼いていきますね。これはなんか換気扇みたいなやつしとこう。よきよき。玉ねぎ多いぞ。玉ねぎめっちゃ多いぞ。いいね。ほんと久々にね自炊した。やっぱりいろいろなんか忙しい、なんだろう、忙しくなるっていうか、あんまり家にいないと自炊してもさ余っちゃうからできないんですよ。あまり食材余らせたくないんで、自粛中はねやっぱりスーパーとか行ってないんで、ずっと家にいて玉ねぎじゃない、胡椒、胡椒を振ろうと思います。
の一番好きなところは香りかな。香りがめっちゃ好き。めっちゃいい匂い。料理って感じの匂いする。そうですね、自分が美味しければいいんで。まあ、自分が美味しければいいし、なんか正解がわからん。多分でも絶対プロが作った方が絶対美味しいけど。でもなんかレストランとかなんだろう、結構高級なレストランとか行ってみたいな。行ったことないな。高級なレストラン。豚キムチ食べてみたいな。お、ちょっとしなしなになってきたかな。濃いめ？味濃いめかどうか。え、どうなんだろうね。濃いかもしれん。薄いかもしれん。濃いかもね。濃いめかもしれない。わかんない。あ、確かに私甘い、どっちかというと甘めの豚キムチが好きだからな。確かに他のお店の豚キムチ辛そうだな。まあ、辛いのも好きだよ。そろそろ入れていきます。ここがポイント。豚肉入れた時に片栗粉まぶします。あのね、要注意。本当は多分入れる前にまぶしとくんよ。でも私はちょっと、それがちょっと汚れるから、この肉のパックの外に絶対に出るんよ。なんかそれでなんか結構慎重にしない関係。もう私じゃ鍋に入れてからね、フライパンに入れてからもうねしてます。もう一緒だと思って。もう一緒って思って。あと胡椒も入れる。まあ、これが美味しさのコツですね。何度も豚キムの作り方見てる方はもう分かってると思うけど、お肉も全部入れたからめっちゃ多い。魚釣り並みに重い箸が。これは魚釣りで並みに重い。私の悩み、こういう時にお肉がすぐ離れない。多分焼けたら離れるんやけどさ、なんか剥がしときたいね。ちょっとまとまって焼ける時がある。剥がしときたいけど、なんかこういう時剥がす。なんか焼けムラができそう。剥がしよったらだんだんね、指が筋肉痛になってくる。結構指にとっては重労働。
腕に力あんまりないもんね。腕っていうか手首というかよくわからない。今日アイス買った。一緒にアイスも買ってしまった。冷凍庫入らんって思うとったけど、ギリギリ入った。ジャイアントなコーンがどうしても食べたくて。今日食べるかわからんけど。だんだんこうやって引き離してる途中にもうお肉がもう焼けとるね。あ、もう玉ねぎがしんなりしてる。シャキシャキ感もうないかも。お、もうなんかお肉のね、なんか赤いところがなさそうと思ったら、これでキムチ投下。全部入れる。あまり焼きすぎない程度のところでキムチを入れるタイミング。あ、やっぱりちょうどよかったかな。玉ねぎもあんまり多すぎたらキムチが少なくなっちゃう。これはまた重いわ。しかも私なぜか奥の方のコンロで料理しとるんやけど手前の方じゃなくて奥の方です。テコのなんだっけ、テコの原理だっけ、この原理。合ってる。この原理やん。遠くに行くほどなんか重くなるみたいな。いつも私テコなんかコテなんか分からなくなるよね。時々コテの原理って言ってなんかめっちゃえって言われる。でも似てるよね。時々間違える。間違いやすいと思う。よし、待って、できました。またもう一回行く。お肉が1枚余ってたよ。びっくりしちゃったよ今。筋肉痛。よしよし。できました。重っ。
ギリ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 。やったやった。盛り付けしていくよ。この盛り付けするときが一番重いのよね。多いな。よいしょ。超真剣。お片付け中。もう何、食器用洗剤をして水に浸しとくと汚れが落ちやすいというね。
ということで完成です。じゃん、だんだん完成。きらびやか、きらびやか。もう一品ね、あります。超簡単ですけどね。シャキ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 、緑なんですけど、めっちゃ緑になった。じゃーん。このね、豆腐なんです。これ豆腐の周りにオクラ入れて上にネギ乗せたらなんかすごい緑。晒してたね。玉ねぎちゃんをもういいかな、結構晒してましたけど、水をね流してみます。よし完成。いや、違うお皿に入れよう。
ニオンサラダの完成。オニオンスライスか。これこそ時短だね。最初にしておくと。てか、これ時短料理やん。時短料理やん。私これ。じゃーん、オニオンスライス完成。これプラス後で、ね、納豆。すごい匂い。すごい匂いする。タレを入れまして、今日の気分は引き割りですね。引き割りじゃないの、2個買った。今日は引き割りですね。イエイイエイイエイ、完成。納豆こんな感じ。プラスネギ入れとこう。よきよき、すごい栄養満点だよ。やったー、完成いたしました。じゃあこんな感じで終わろうと思います。終わろうっていうか食べようと思います。ありがとうございました。ランキング変わるかな、もうすぐ。食べてないな。食べますね。ではいただきます。うまい。そう、でも本当やったらもっとね早くできるんですけど、今日ゆっくりめにしました。やっぱりそう、玉ねぎのシャキシャキとね、お肉が柔らかいからとろみもあって
最高ですね。最高です。ちょっとぬるくなってきたんで早く食べなきゃ。もうぬるい。オニオンスライス迷うな。和風ドレッシングか。冷ややっこはね、もうねポン酢一択なんですけど、やっぱり和風かな。あとね、この前結構ドレッシングいろいろ買ったから、和風とごまだれと青じそがある。和風かな。確かにオニオンスープも良いですね。まあでも食べてみよう。そうなんだ。審査かな。風かな。グランピング変わった。変わったか。運営さんから連絡まだ来てないですね。でも確認するってさっき言ってたんで、多分今すごいいろいろ確認中だと思います。謎だね。まさかの事態。確かにツイートとかそういうお知らせもないか。言ってみました。あ、時間前回以前もあって仕切り直しみたいだった。そうですかね。ありがとうございます。あ、では簡単です。今日の1位はまいせんさん、2位はいわちゃん、3位はねこさん、4位はエビスさん、5位はクジラちゃん、6位はヒラリーちゃん、7位はヨシトさん、8位はセイヤンさん、9位はシナさん、10位はイトキンさん、11位はプチコちゃん、12位はナオさん、13位はイナリンさん。
テュエールさん、ロックアンさん、サブロー西さん、マンダラさん、クロクマさん、アーチアン、エイちゃん、マダオさん、五十アップくん、おたけ様、キプリのシャケさん、ワンタロウマルさん、ノリさん、マロンケンさん、王子様さん、ケンタロウさん、サトルンさん、猫のおかずさん、無反応ロックさん、セイちゃん、ガラス玉さん、ありがとうございます。ギフトも高尾炭治郎さん、ナオさん、ケンタロウさん、サトルンさん、トッシーさん、大西くん、ありがとうございます。ナリバーさん、ありがとう。ではでは、皆様ちょっとよろしくお願いします。高崎彩子のやつはね、本当にまた確認しておきますね。ではでは、またまた明日、ありがとうございました。皆さんも夜ご飯しっかりと食べてください。明日はインスタライブだ。またね。メロンパンさん、イワちゃん、ありがとう。バイバーイ。